はい、どうも、タカチャンネルのタカでございます。皆さん、お元気してますでしょうか？本日はですね、ちょっとカメラを変えてですね、お話をしていこうと思います。今回はですね、11月買って良かったものランキングをさせていただこうかなと思っています。で、今回はですね、5つご紹介させていただければなと思います。はい、じゃあまず第5位がですね、第5位はですね、ちょっとこれマニアックなものなんですけど、僕のもうこの今目の前にあるんですけど、こちらになります。はい、こちらですね。はい、このカメラの前についてあるこの、ミラー状のね、まあ機械、これなんですけど、これが、僕の第5位でした。これ何っていうと、プロンプターというものになりまして、まあ僕ら YouTuber がですね、まあカンペを見るときに使うようなものになります。はい、これどのように使うかというとですね、ここなんですけど、ここの部分ですね。この部分に iPhone を挟み込んで、プロンプターソフトでですね、こう文字を、スライドさせるだけなんですよね。で、ここにですね、反射して文字が映るんですけども、実際ですね、撮影画面には、その浮き出た文字がですね、映り込まないという、まあ結構ね、こう大統領とか総理大臣とか、そういった方が使うようなものになります。これ結構ね、僕なんかで買ってよかったなっていうふうに思いました。これは第5位です。これ Amazon の方で買ったので、Amazon の概要欄貼っておきます。ぜひですね、同じような、悩みを持っている方いらっしゃいましたらですね、購入していただければなと思うんですけど、これがあるかないかによって、ほんとカメラ目線で話ができるのって素晴らしいなっていうふうに思いました。やっぱこう下向いたりね、ちょっと画面見たりとかすると、結構ね、まあ視聴者の方、まあ僕の視聴者の方でもね、あ、カンペ見てんな、こいつっていうふうに思われると思うんですよ。まあ実際カンペ見てるから仕方ないんですけども、まあこのようにカメラを見ることによって信憑性も上がりますし、まあ結構いいんじゃないかなっていうふうに僕の中では思っています。はい。続いて第4位ですね。はい。で、第4位なんですけど、第4位はですね、こちらになります。はい。こちら。こちらはですね、自転車用の、まあスマホをね、こう、ドッキングさせるための、まあ、バイクタイプロ4というものになるんですけど、これ結構ね、良くて、Amazon のレビューが良かったので購入しました。まあ、付け方としてはですね、こう、ハンドルの、この間の付け根の部分につけるんですけども、ここにつけていただいて、まあ、あとは iPhone をですね、四隅をこのような形で、バンドで留めるだけのものになります。これ良かった点としては、ボルトを一切使わずに固定できるんですよね。なので、まあ、簡単に取り付けが可能っていうところと、まあ、外したい時にはすぐに外せれるっていうところがいいなって思いました。はい。で、これ別に自転車だけじゃなくてですね、まあ、ここにも書いてあるんですけど、ショッピングカート、まあ、つける人いないと思うんだけど、ショッピングカートとか、ベビーカーとかにもつけれるので、いろんな用途で使えるので、結構いいかなっていうふうに思いました。で、第3位ですね。第3位はこちら。このね、今画面上に映ってるこのカメラになります。これ何っていうと、これはですね、PS5 用の、まあ実況用のカメラになるんですけど、これ公式で出てるものになりまして、これ結構ね、画質が良かったんですよね。今まで PS4 用のカメラを持っていったんですけど、そこまで画質が良くなくて、配信とかでも使えないなっていう風に思ったんですけど、これはですね、1080p までは出るので、結構ね、YouTube でもアップしやすい画質になっています。はい。で、これがあるのとないのとで、やっぱこう実況の時に結構顔を見せたりとかできるので、まあいいかなっていうふうに思っています。画質気になる方いらっしゃいましたよね。僕の、概要欄の方に YouTube の、Call of Duty の、実況動画貼っておきますので、ぜひそちら、見ていただければ幸いです。ちょっとね、赤みが強い画像にはなるので、そこは気に食わない人はちょっと向いてないかもしれません。続いてですね、早く第2位ですね。第2位はやっぱりこれですよね。これ。じゃじゃーん。第2位はですね、ソフトじゃなくて、ちょっとモテないなんですけど、PS5。PS5 がやっぱ第2位でしたね。この感動っていうのは、やはりこの11月の中で最もでかかったかなっていうふうに思います。というのが、やっぱりこうゲーム、PS4 から5の進化っていうところで、コントローラーのこう振動だったりとか、まああと映像のクオリティだったりとかも含めてですね、やっぱりこう大きい進化を遂げたなっていうふうに僕の中でこう、やっぱ思っていまして、結構ね、この11月はゲームをしたなっていう風なイメージです。
まだ上げきれてないスパイダーマンの動画とかも結構あるんですけど、やっぱこう PS4 から5っていうのは、まあ、劇的な進化かなっていうふうに僕の中で思っていて、こう 4K を対応してモニターをようやくこうフル活用できたなっていうのが今回の PS5 のイメージでした。で、やっぱりね、ここ見てもらってわかるようにですね、はい、このような形で、まあ、デザインもですね、非常に凝っています。で、おしゃれです。で、なおかつこのエッジの効いたね、このデザインが、やっぱり僕の中でこの PS5 の未来感、すごい、連想させるものではあるかなっていうふうに思っていて、やっぱりここがね、僕の中で、2位に値する、作品だなというふうに思いました。で、今回ですね、PS5 を超えた第1位なんですけども、第1位はやっぱりね、ずっと待ってやっときてたこれ。これね、マックスレンズモジュラーかなっていうふうに僕の中で思っています。マックスレンズモジュラー、僕が、今まで、GoPro に抱えていた、広角っていうところをね、広角の悩みを唯一こう突破できる、モジュラーかなっていうふうに思っていて、ようやくこれで GoPro が完成したなっていうふうなイメージがしています。はい。で、これと MAX があることによって、まあ、360度の、まあ、体験と、まあ、あと、この155度っていうところの、まあ、広角視野の体験。このすべてをね、このコンパクトなアクションカムで収めれたっていうのは、やっぱりこの GoPro っていうところのブランド力っていうところと、まあ、技術のね、進歩かなっていう風なイメージがしました。やっぱりこれはガジェット YouTuber としてはですね、称賛すべき点かなという風に思っています。はい。今回もですね、まあ結構ね、Amazon ないし、Amazon じゃないところでも購入させていただいて、まあ11月自体はですね、いい散財を行ったんじゃないかなというふうに僕の中では思っています。はい。皆さんはどのような11月のお買い物をしましたか？で、12月はですね、まあやっぱりこうなんと言ってもね、年の終わりっていうところでいろんなところが整理をするので、やっぱりこれもこれで、散財の季節になるんじゃないかなというふうに思っています。まあとはいえど、まあ12月もすでにね、始まっていますし、この間ね、ブラックフライデーというところで、まあ僕のこの動画でもお伝えしたようにね、いろんなものが安くなっていて、まあついポチっちゃったりっていうところもあるので、ぜひそちらもね、12月の買ってよかったもののランキングに入れば、皆さんの前でご紹介できればなというふうに思います。もうすでにね、僕の中でポチっている中で、3つぐらいは入るんじゃないかなっていうふうなものがあるので、ぜひですね、12月買ってよかったもの、そしてですね、12月の最後の方に僕が撮ろうと思っている、今年1年買ってよかったものを5つっていうところを、ご紹介しようと思うので、ぜひそちらもチェックしてください。はい。チャンネル登録、高評価、よろしくね。バイバイ。12月も見てね。